芸術文化勲章は、フランス文化省が運用する名誉勲章である。芸術、文学の領域での創造、もしくはこれらのフランスや世界での普及に結出した功績のあった人物に授与される。芸術文化勲章は1957年5月2日に設立された。アンドレ・マルローによると、芸術家、作家、創作者から尊敬され、戦望されるものであるという。 けれども、時として軽蔑されたり激しい拒絶にあったりもした。この勲章は、1963年にシャルル・ド・ゴールが決定した国家功労勲章を設立するために13の小レベルの勲章を廃止する勲章再編成の時にも廃止されなかった4つの勲章のうちの一つである。芸術文化勲章は芸術文化勲章評議会と評議会長の助言に基づき、 文化大臣の布告により授与され、毎年1月1日と7月14日に昇進が行われる。芸術文化勲章は3つの等級からなる。シュバリエは試験を共有する30歳以上の芸術家にのみ授与されうる。オフィシエとコマンドゥールについては、以前の等級を授与されてから少なくとも5年を経て、新たな助訓に値する功績を示したものにのみ、授与される。 1997年5月1日の政令以降、毎年の定員はシュバリエが450名、オフィシエが140名、コマンドゥールが50名となった。この極めて限られた定員のため、この勲章はなかなか得難いものとなっている。新たな東急保持者の名前を公表する文化省の布告は、勲章、メダル、報章の広報に掲載される。 芸術文化勲章評議会は12名の規定の評議員と文化大臣に指名された13名の評議員とから構成される。芸術文化勲章の希章はフランス学士院のメンバーであった金具工芸師、レーモンシューブが制作したものである。幅37ミリのリボンは能力色の5本の帯と4本の白色の筋のストライプである。リボンに加えオフィシエは逆樹。 コマンドゥールは X 型のネクタイも授与される。気象は二重の十字架が緑の宝狼を引き銀、またはオフィシエ以上では金のアラベスク模様をはめ込んだ八つの枝に面したもので、コマンドゥールのものが最も大きい。メダルの中央には A と L の文字が組み合わされたモノグラムがある。この気象は伝統的にパリロックサンジェルマンイコールデイコールプレ広場の アルティウスベルトラン社で製造されている。カテゴリー、芸術文化勲章受賞者も参照顕著な芸術的功績を残した日本人に加え、日本におけるフランス文化の紹介、普及に功績のあった人物も受訓の対象となり、1996から2005年の10年間に約120名の日本人が受訓している。以下のリストは、その一部、 ありがとうございます。